finger on the dashboard, my eyes on the road. I always knew I'd get here, I just thought I'd be alone. Trees tie the skyline, the sun is on the run. There's no turning back now, this love has just begun. And I've never, no, I've never been so sure of it. Like bananas, three ways, get them pajamas. Got truth, kaboom, you got drama. Real tough, real tough, bring out the hammers. All vibes and pina coladas. Stay cool under your banners. No wars, so keep your granada. So smooth, so smooth, sit past the cameras. I'm going in head first. Sometimes you gotta take a dive. Step up and get hurt. Here we go again. はい、ということで村木介でございます。はい、今見ていただいた動画なんですけども、ロシニョールの2021-2022 ウィンターコレクションのプロモーションビデオになります。で、実はですね、このプロモーションビデオ私が撮らせていただきました。はい、3月にあの石井梨沙ちゃんというね、あの北海道の技術選手がいるんですけども、その子の動画1本アップしたんですよね。あのバタフライズシリーズということで、はい、でその動画を見たですね、ロシニョールの関係者の方が非常に気に入っていただいてですね、今回あのロシニョールのプロモーションビデオの、まあ、オファーをしていただいたということで、オファーといいますか、はい、あの依頼がありまして、まあ、僕でよければということで、まあ、今回ね、撮らせていただきました。はい、でこのプロモーションビデオなんですけども、あのロシニョールさんが今年からあの展開するですね、スキーウェア、このインターナショナルモデルのスキーウェアのプロモーションビデオになります。はい、で今回についてはあの女性の方をモデルにしたんですけども、インターナショナルモデルらしい、あのすごくシルエットの綺麗なあのスキーウェア、あの展開していくということで、まあそういうね、あの商品の告知につながるようなプロモーションビデオっていうのはもちろんあの作るのも初めてだったんですけども、撮る前は悩んだり、構成どうしようかな、撮り方どうしようかな、まあ、いろいろちょっとね悩みながらやったんですけど、ね、まあ、今回こういう動画が出来上がりました。そう、先週あの、ロシニョールさんの YouTube チャンネル、まあ、そこではね、公開され始めました、配信され始めましてね、はい、あのそちらでも見てくれた方多いかなと思うんですけどね、今回のこの動画ではね、冒頭の30秒ぐらいのあの尺でしかちょっと放送してませんので、ぜひあのまだ見てないという方はロシニョールの YouTube チャンネルの方にちょっと飛んでいただいて、そこからね全編見ていただきたいなと思います。今回はモデルになっててもらったのはですね、あの1本目の方は青木優子さんで、2本目の方は桐久保美雪さんというね、2人とも日本を代表するねスキーヤーなんですけども、あの青木優子さんのバージョンの方はですね、まああの映像見てもらったと思うんですけども、優子さんがね、あのめちゃくちゃ表情が豊かな子で、あの女性ならではといいますか、自分の好きな洋服とかねアクセサリー身につけた時にね、自然にあの笑顔になるじゃないですか。あの動画に表現をしてね、あのスキーウェアといえどもやっぱり自分の個性とかねファッションセンスとかっていうのが出ますのでね、まあ、そういったあの女性ならではの豊かな、ね、あの感情といいますか、嬉しい、ね、気持ちとか表情、ウキウキしたあの気持ちというのをこう前面に表現をしてね、まあ、そこからスキーの、まあ、滑りとかもね合わせてこう盛り込んであの構成したというようなパターンになります。で桐久保さんの方はあの本当に、ね、桐久保さんってベテランスキーヤーでね、あの非常に大人の色気漂うスキーヤーなんですけども、撮る前に感じてた印象っていうのはね、あの、まあ、一方的に僕は桐久保美雪さんって存じ上げてたんですけども、あのすごく強い滑りをするなっていうような印象でした。はい、なのであのね黒いあのラグジュアリー感、あの
漂うね、あのスキーウェアを身にまとってね、あのどちらかというと桐窪さんの方は滑りをメインに構成してみたという感じです。強い滑りだけど余裕のある大人の滑りというね、まあそういうあの優子さんのパターンとみゆきさんのパターンとこう相反するようなあの構成で作ってみました。使った BGM もね、全く正反対のようなあの BGM だったと思うんですけどね。まあなかなか僕もあの動画作り始めてまだ3年ということで、まあいろいろこう試行錯誤している中でね、まあ今回のこのお話いただきまして、まあ今僕が持ってるあのスキルはね全然低いと思うんですけども、あのいろいろな経験をこう今できることをその2つのね動画に集約をして作りましたので、ぜひ多くの人に見ていただいてですね、あのそれがロシニョールさんのスキーウェアの観測につながっていけばいいかなというふうに思っております。ぜひですね、この後概要欄にあのロシニョール TV のアドレス貼っておきますので、そこからですねぜひ見ていただきたいなと思います。はい、まあ、これからねあのたくさん各地で、早期受注会始まっていきますので、まあそこでねあの実際見た映像にあるスキーウェアが展示されてれば、そこでねぜひチェックしていただきたいなと思います。はい、まあ、来期以降もね僕ができることがあればですね、ぜひお話しいただければ前向きにやっていきたいと思いますので、はい、今後ともよろしくお願いいたします。はい、はい、ということでね、今日はロシニョールジャパンインターナショナルスキーウェアの PV を作ったというお話でした。はい、では今日はこの辺で、チャンネル登録してない方、ぜひこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。合わせて高評価もよろしくお願いいたします。はい、それではさようなら。